ヤフーヤフー AKB48 ありがとうありがとうございます LINE はいマスコットラクロスネクスト中に物を入れる〇〇バッグ〇〇に入る言葉といえば、あーこれはもう、え、これはもう、いやーそんなにキープ出しちゃダメだよ。最近使うんだ。最近使うんだ。普段出かけるとき使ってはいるね。あー出かけるときには使うんだね。え、うん、これやってやろうかな。やってやろうかな。何使うよね。何を、尻尾も出かけるときに使うんで、ね、ピンときてないな。あ、尻尾分かってないな。いやいや、これはこれ分かってない振りだから。あ、実は分かってるのに。特にこれ使ってるからさ。バッグ。そうだね、もう1日3個使ってるからこれ。なあ、なん。すごい、めっちゃ使う。いっぱいいっぱい持ってるから。これでいくか。もう送信よ。これ二角しか書いてない。え？え？二角。そんなことある？え？マジ？これ三十角ぐらい書いたけど。ああ、そんなに書いたか。書きすぎやろ。おや、なんか俺だけ違う。三、二、一、何バック？え？おいおいおい、人間バックちゃうんかい？財布は？え？お金。なんか財布バック。終わってるやつ。いたバック。ティーバック。ティーバックなのお前は。え、あれってティーバック。しかもティーバックであってティーバックじゃないからね。クですよね。クだと思う。バカが出たね。ええやん。バクが出たね。でもあのテストさんは。なんか1日3枚使うんやな。エロでおバカさんっていうのが。え？何やってる？そういうことですね。わかるね。バックしました。あにゃ。次ラストしようかじゃ。キリがないから。ちゃんと揃えよ。次で最後です。はい。はい。お、ベストアイテム。難しい。なに？何これ？あやるんだけどどうしよう。どこに塗るか。どこに塗るかだけ決めようか。どこに塗る？顔に顔にしない顔、体、人間の体ですね。体。オッケーオッケーオッケー。じゃあ手、手。もうそれ聞いてないか。手1個しかねえだろ。1個しかねえだろ。手にしよう。じゃあ手にしよう。はい、手で。手に塗るアイテム。いやでも、待って、手のどこに塗るんだこれは。これ1個しかなくない？これしかなくない？手のどこに塗るってあるのそれ。やば、俺英語しかわかんない。やばい、どこも英語で。え？このままだろ。ほら。え？これで。それが私は頭抱えしまうよ。もう抱える準備しといた方がいいよ。あの手か、手だよ。手だよ。せーの。はい。そうよね。そうよね。おいおいおい。おい。なんか一人。あれ？手だって爪に塗ってる人いないか？あれ歯だったもん。あーイービルさん。あれ？ああ。あれ？マニ？手じゃなくてそれ爪じゃん。でも手だもん。手の爪やな。手だもん。爪も手だよ。一応言っとくけど少数派ね。一応少数派ね。みんな手に乗るものだったらハンドクリームだった。惜しいな。惜しい。でも長く揃ったからいいでしょう。いいじゃない。よく頑張りました。よし、考えました。ああ、そういうそういう感じね。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。なるほど。おお、回答は匿名です。ご安心ください。そう、回答は匿名でされる。これ仲悪くなるぞ。もうあれするんですか。やばいやばいやばい。ごめん、シャミ。あー、はい。
正直ペスト気持ち悪い？それペストさんやん。あれガッと抱えてるやん。俺ちゃうまい。どうしよう。嘘やろ。まあ、どうしよう。寝るぐらいから。寝ることあるこれ。寝ることある。え、即決でしょ、即決。即決だよな。ペストさん。即決です。ペストさん。ガチついてたぞ、これ。ごめん。ごめん。どうなってるんだ、それ。はい。正直気持ち悪い？はいが。自分以外じゃないの？自分だけはさせて。俺は家に。自分以外。全員はい。もう嫌いだ。ごめんね。これから。プロレスカフェに行ってもいいですか？プロレスって何？プロレスっていうのはまあメンバーの中にジャブだよ。なんだろうな、まあノリで喧嘩したりみたいな、わざと面白おかしくいじったりするみたいな感じかな。あ、そういうの苦手かなと思ったらノーで、全然 OK だったらいいです。俺はノーだね。あれ？匿名？結果発表。マジアイリスだけだな、これな。え？アイリス君以外はOKらしいです。自白したもんね。じゃあ、アイリスさんにはちょっと、こう、腫れ物を触るかのように。距離を置いてさ、されたほうがいい。わかりました。悲しみせろったな。いいっすね。ちなみに、はい、うん、イエスをし俺がノー、ノーだった。一方がノーだった。よかったよかった、もう言いにくすぎたマジでノーいると思わなくてさ一人いてくれすげえ言いにくかったんだけど副兵がいたね。日月なぐもって超絶美魔女だよね。化け物だな。だよねだよね、だよね。あれ誰じゃねえだろ、ね、クイズ日月なぐも誰誰しくはあるよな。日月なぐもって誰？泣くぞ。うん、泣いてるとこ見たいから泣いてもらっていいですか？ワンワン。ワンワン。そっちが泣くんかい？私って超可愛いのに。可愛いよね。可愛いのに全世界でも私しか可愛い人いないのに、なんで分かってくれないの？ドン。おーねんぎ半分3人半分の3人は誰だ？その3人同棲テスティアイリスってことでしょ。俺イエスだ。俺匿名どこ行った？俺イエスを押したな。俺もイエスを押したな。俺もイエスを押したぞ。俺イエスを押したぞ。そう言ってるサクヤさんもノーだろ。はい、最後の質問です。誰が送ったかちょっとね、さしてください。え、自分はエッチですか？ちょっとやだな、この自分はエッチってことは答えた人ってことですか？あ、そう、そうそう、答えた自分が、うん、いやー、これはね、誰が質問したんですか？これ誰だろう、ペスティだろう、これ。ペスタさん。もう二択でしかないけどね、これね、もう。はい、いきますよ。結果発表。あれ？あれ？ちょっと人間ですからね、ちょっとね。5人はエッチです。3人はいいこぶってます。ちょっとリアルすぎる。誰よ、いいこぶってるの。いいこぶってんの誰よ。いいこぶってんの誰これ。いいこぶってんのこれ、アイリスだろ。俺イエスを押したよ。あ、ほんとか。
本当に？くねぐっちゃんです。男全員イエスをしたな。一人だけ。男全員イエスだね。あ、なるほどね。あ、じゃあご心配は全員。どうぞ。みんな言った。みんなイエスをしたよな。みんなイエス。匿名の意味ねえだろ。探すな探すな。イエスをしたよとかじゃないんだよ。配信見に行きゃ分かるけど。なるほどな。はい。すごい人がイエスをしたわ。というゲームでした。はい。はい。最後はせーので落ちスピード終わりますか。うん。はい。今日はお知らせ配信ありがとうございました。せーの。落ちスピード。落ちスピード。まだね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。